青山さん、メッセージありがとうございます。速稼塾の久保でございます。やっぱり老益という言葉ね、使っていただいてありがとうございます。私はね、やっぱり年齢を重ねれば重ねるほど人の人生は豊かになっていくと思うんですよ。ただ残念ながら人生が豊かであることと金銭的に豊かであることっていうのはまたね、イコールでない場合が多いんですよね。最近は便利な時代になりましたよね。スマートフォンとかパソコンで検索すれば答えにすぐに数秒でたどり着くことができます。でもこのインターネットがなかった時代、私もそうなんですけども、どのように回答にたどり着いたかと言いますと、実はですね、ああでもないこうでもない、この人に聞いたらこう、こっちの人に聞いたらそうっていうふうに、いろんなものが間違いだらけだったんですよね。間違いだらけの中からどれがより正解に近いかを私たちは工夫して選んでいったんですよね。その結果、私たちは多分人生が豊かになったんだと思います。もちろんですね、数秒後に答えにたどり着くみたいな、現代人、今の若者のようにはいきません。でも私たちは迷った時に何をしたのかとかね、つまずいた時にどうしたのかっていう、これが豊かな知恵として、年齢を重ねれば重ねるほどね、なんか蓄積されてるんではないかなと思います。そういうふうな、挫折しても工夫していく、失敗しても再チャレンジしていくっていう精神力がやっぱり老益につながるのかなと思うんですよ。ただ簡単に老害という方はなかなか答えにたどり着かなくてもたもたしているところだけを見てるのかもしれませんけども、逆に言うとですね、回答にすぐにたどり着かないからこそ見えるものがあるとも言えるんですよね。これはね、負け惜しみみたいに聞こえちゃうかもしれませんけども、実際そうで、何でもかんでも失敗なしに成功した方がそれは人生はいいと思いますよ。でも私たちがね、人のドラマ、何に感動するか、それは失敗の中でも歯を食いしばって耐える姿とか、それから手も足も出ない時にも涙をこらえながらね、誰かを守ろうとするその愛情ってものに対して私たちは心動かされるんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、テレビドラマにしても映画にしてもね、私たちは飽きもせず同じようなストーリーを何回も何回も見るんだと思うんですよ。今回ね、男はつらいよ50周年として、新作が公開されますけども、大体内容は同じようなもんなんですよね。笑って考えて涙流して寂しいなって気持ちで、そして最後は晴れ晴れとして青空が広がっていくところを、あのテーマソングで終わっていくということが分かっているんですけど、また見ちゃうんですよね。こういうふうに私たちはもうね、答えがないものですら、求めていると言いますか、ちょっと表現難しいんですけども、昔から変わらないもの、そういうものに対する郷愁の念とか大切さってものもやっぱり持っていますしね。何でもかんでも新しいもの、何でもかんでもすぐ答えにたどり着いて、わあよかったではなくて、きっと、何が正解かわからない中でこうね、もがくようにして生きる姿が私たちの共感を呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。ですんでね、私は老益って言葉本当に強く強く意識する日々なんですけども、年齢を重ねたからこそね、詫びとか錆びってものがそこにはあるのかなと思います。いわゆるね、なんかこう勝ち組とか負け組って言葉はずいぶん前にありましたけども、勝って兜の尾を締めるっていうね、名言はありますけども、負けても毅然と凛々しく、私はどちらにも、本当に価値を感じるんですよね。もともと男の人生って勝負の連続ですからね。勝つ時もあれば負ける時もある。だから負け時が肝心なんですよ。負けた時にどう凛々しくいられるかってこととか、負けた時にどうね、こう転んだところから立ち上がっていくかとか、いろいろ考えるところがあると思いますけども、ちょっと話を戻しますと、老益っていう言葉は私はね、自分が思いついた概念の中でなかなか傑作の部類に入るんじゃないかなと思うんですよ。老害って言葉を覚えちゃった人は、お年寄りを見るとすぐに老害と結びつけたがるんですけども、私はね、幸いにして老益って言葉から最初に思いついたんで、年齢を重ねてね、もしかしたら体が不自由になったかもしれない人にもう無限の知恵を感じるんですよね。そしてこれ武田鉄矢さんも言ってたんですけども、ある人がある人にこの人はすごい人なんじゃないかなと思うだけで、いくらでもその人から学べそうなんですよ。でもこの人はどうしようもないなと思った瞬間、何人もその人から学べなくなるんですね。で、私はたまたまお年を重ねられた方に、あ、この人はすごい人生を生きてきたに違いないっていつも思うんで、本当にね、得をさせてもらってます。その分だけね、老害老害っていう人よりは私はちょっと有利な人生を進んでこれたんじゃないかなと思うんですよね。
長くなりましたけども、青山さん、以上でございます。これからもね、メッセージいただければ幸いでございます。まあ、もちろんね、この動画を青山さんが見ているかどうかは分かりませんけども、どうしても青山さんに語りかけたくって、動画をこうやってね、撮らさせていただきました。それでは、隠居久保哲郎、広島県福山市、からお送りしました。また会いましょう。